シルバーロー。今回のバイクっていうのは自分の中では大切なチャレンジ、トライ。自分を入れたバイクを作ろうと思って作って、スピリットがあるかどうかっていうのは、それは見る人が感じてくれればいいことだと思います。僕は、まあ、作る過程でね、自分に心残りがないように、ね、作ってますけど、まあそれで機械に魂が宿るかどうかっていうのは僕にはちょっとわからないです。ただその機能的にパーフェクトにできて、あの自分が乗って、裏の山を走って、何も不安がなく、ただバイクに身を委ねて走れた時は、そのバイクが美しく走れたっていうことに感動する時はありますね。シルバーロー、すごい美しいフォルム、どっかの時代にカテゴリーされるんで、古くもなく新しくもなく、まあ時代を超えてね、その美しい形をしてると思いました。すごく素敵なバイクじゃないかなと思いました。スピード、もうそれにつきます。その感覚が未だに忘れられない。未だにその感覚を追い求めてる。思い入れっていうのは人それぞれあるから、そのバイクに個性が出てくるんだと思う。シータはインディアンで、インディアンのバイクを作りたかったんだなっていうのがすぐ分かった。そこはやっぱすごい難しいところで、突飛なものとか、ただ単にチョッパーとかを作るのとはまた違うテクニックだと思う。彼の、ね、テクニックがもうすごい発揮されてる素晴らしいバイクだなと思う。今まで積み重ねてきた経験があって、全部だから、もう自分自身で言っても間違いじゃないようなバイク、まあ、今までの自分よりももっと高いところを飛びたい。I'm Toshiyuki Osawa. They call me Cheetah.